どうもつぶつぶ屋です。前々回の動画でのアンケート、皆様のご協力ありがとうございました。コメント欄が愛情で満ち溢れています。皆さんのちょっと悲しい経験が今後の力になると思います。いろんな条件や環境に応じて、そして多肉たちの状態によって様々に答えが違いました。なので一旦全て読んで整理して皆さんにお伝えしていきたいと思います。今までの常識とはちょっと変わった答えがたくさん見つかっております。なので心配しなくて大丈夫な場合と心配した方がいい場合が生まれてきましたね。分かりやすくお伝えしますのでお楽しみに。今回はお待たせしました、つぶつぶ多肉たちを販売していきたいと思います。たくさんの量を一気にはなかなか難しいので、定期的にネット販売していきますのでよろしくお願いします。それでは今回販売するナイたちをご紹介します。今回のセットはこちら、6個のセット販売になります。少し幼い苗にはなりますが、今から成長を楽しめるつぶつぶ多肉たちです。それでは一つずつ紹介していきたいと思います。こちらラブリーローズです。葉先が外へ外へと広がったふっくら肉厚な花びらのような、そしてお花のようなつぶつぶ多肉、名前の通りラブリーなバラのようにも見えます。成長してくるとやや茎立ちし、その姿が本当にバラに近づくような感じですね。バラにはない落ち着いた美しい灰色を持つため、アースカラーでラブリーなバラのよう、こちらがセット販売の中に入ります。小さなラブリーローズがたくさん入ったブーケのようなものと、こちらの3つ入っているものと、どちらがいくかは分かりません。どちらも素敵。続いてこちらパープルドリーム、めちゃくちゃ可愛いつぶつぶ多肉なのですが、その可愛さの秘密はちょっと珍しい青紫にありますね。成長してくると赤紫に変化します。一品種で育ててもめちゃくちゃ可愛いし、寄せ植えのアクセントにも大人っぽい表情を演出してくれます。続いてこちらピンクルルビー、真っ赤に染まる多肉植物の代表品種ピンクルルビー、初めて聞く方はちょっと不思議な感じがします。ルが1個多いんじゃない、でもこのルが1個多いのが流通名ピンクルルビーです。ツヤツヤした葉の質感、そしてこのツヤツヤした葉の質感が真っ赤に染まることにより、より輝きのある赤に見えます。まさにルビー。続いてこちらパープルヘイズ、ちょっとまだまだ幼い苗にはなるのですが、モリモリになる頃にはちょっと配送が難しいので幼い苗で届けさせていただきます。パープルというには若々しいグリーンですが、今からモリモリ成長していって根がしっかり張る頃、めちゃくちゃパープルになるのでご安心を。配送中にもしも葉っぱがポロポロ落ちた場合、暖かいお部屋で葉っぱを土の上に巻いておけばあっという間に根が出るのでご安心を。続いてこちらだるま姫シューレイ×ケセルリンギャナお餅です。どうでしょう、ふっくらぷくぷくのつぶつぶ多肉です。つぶつぶ屋の動画をよく見ていただいている方には馴染み深い品種だと思います。こちら成長してくるとこのように真っ白小さなお餅のようになります。めちゃくちゃ可愛い。お手元に届く苗はちょっと緑っぽく若々しい苗がいくかもしれません。ですがこういった苗も成長していくとこうなるのでご安心を。最後にこちらだるま姫シューレイ×スプリングワンダー小梅です。このぐらいの色からこのぐらいの色が中心に届くと思います。しっかり成長して根が成熟してくるとこんな感じと言いたいんですが、大体同じですね。はい、大体同じです。もう少し淡いピンク色に染まっていきます。以上の6点のつぶつぶ多肉たちお届けします。販売方法なのですが、
概要欄と説明欄にリンクを貼っています。そちらのショップからお買い求めになります。セット数あまりないので抽選販売とさせていただきます。そのため決済はクレジットカードのみとなっております。いつかいろんな販売方法に対応できるように勉強していきますのでよろしくお願いします。今回初めて抽選販売に参加される方、抽選販売って何と不安が多いと思います。簡単ですが説明させていただきます。クレジットカードもしくはデビットカードでの抽選販売の参加となります。抽選時は予診枠の確保のみが行われ、カード会社から届く通知は確定内容ではなく利用予定です。当選した場合、発送処理をこちらが行うと決済確定となるため、お客様のクレジットカード利用内容に利用履歴が残ります。落選した場合、クレジットの取り消し処理がなされますが、反映のタイミングはカード会社によって異なります。具体的な取り消しスケジュールについてはご利用のカード会社へお問い合わせください。デビットカードでお申し込みいただいた場合、お申し込み時にお申し込み内容の金額がお客様の銀行口座から引き落とされます。抽選に落選した場合には、この利用のクレジットカード会社から後日返金が行われます。ご利用のカード会社によって異なりますが、返金は落選確定から通常1ヶ月半から2ヶ月程度かかります。詳しい返金期間につきましては、ご利用のカード会社へお問い合わせください。詳しくはリンク先にあるネットショップつぶつぶ屋のショッピングガイドに記載してますので、よろしくお願いします。そして一番よくある質問なのですが、メールが届きません。そしてその場合、メールアドレスの記入ミスの場合がとても多いです。ゆっくり確認しながらメールアドレスをご登録ください。最後に応募期間ですが、本日1月30日の20時から2月2日の20時までとなります。今回初めてでやり方がよくわからない、焦らなくて大丈夫です。5月ぐらいまで定期的にネット販売しますので、よろしくお願いします。当選発表ですが、2日の締め切り後の翌日、3日になります。メールにてお伝えします。その後、1週間以内に多肉たち発送しますので、よろしくお願いします。ということで、今回はつぶつぶ多肉たちのネット販売、お届けしました。いやー、いよいよ少しずつですが、ネット販売、本格的に頑張ります。多分来週もあります。来週は、いわゆる一般的な普及種メインになるんですけど、なかなか買えないよという方のために普及種を販売します。お楽しみに。はいはい、どうぞ。つぶつぶ屋さんのつぶつぶ多肉セット、どうしても当てたいです。そのためにはどうしたらいいですか？はい、どうぞ。日々自分が頑張る、そしてセット数を増やす。よろしくお願いします。頑張ります。コツコツ頑張ってセット販売の数も増やしていきます。あと桜餅やお姫、近々少しですが登場しますので、お楽しみに。